はい、どうもこんにちは、ベルプリです。やっとね、車帰ってきました。まあ、昨年の年末なんですけれどもね、我が家でちょっとやらかしてしまい、約3週間から4週間かかりましたね。まあ、待ってる間長かったんですけれども、まあ、年末年始をね挟んでいたので、まあ、実質 2,3 週間ってところだと思うんですけど、通常であれば、まあ、待ってる間本当長かったです。というわけで今回は、修理して戻ってきた、まあ、車の、ね、状態を動画でいろいろとお伝えしてみようかなと思います。このチャンネルでは主にベルファイア、そして趣味で使っている 3D プリンター、その他収益化している当チャンネルの収益や各種指標を動画でお伝えしておりますので、よろしくお願いいたします。ヤフオクで出品している各種オリジナルグッズのリンクは説明欄に、グッズ関連の再生リストは画面右上にリンクが出ておりますので、気になる方いらっしゃいましたらぜひご覧ください。ではタイヤハウスの付近からいきますか。この辺は全てね交換されてますね。綺麗になってます。いかにも変えましたっていう感じでね、左側のところとやっぱ比べると全然違うんですね。まだ汚れてないので交換したことがね明らかですね。でこっち側なんですけれども、まあ、こちら側もちょっとね見えづらいですかね。まあ変えてあります。そしてフェンダー、なんかね部品が跳ねた時の傷がちょっとねちょんちょんちょんとついてたんですけれども、まあ、全然この辺はねわからないぐらいに直してもらいました。この辺なんですけれども、すべてねここだけ新車になってます。丸ごと変えた感じですね。この辺はでどの辺まで交換したかというと、おそらくねこっから下の可能性がちょっと高いですね。私も詳しく聞いたわけじゃないんで、受け取りに行ったのは実は妻が昨日なんですけれどもね、取り行ったもんですから、詳しい話を聞く前にねもう持って帰ってきちゃったんですよね。まあ、こんな感じです。割とフロントのこのスポイラーっていうかね、スポイラーじゃないかこの辺なんかも洗車傷なんかが結構あったんですけど、今ほんと新車並みにねピカピカになってます。まあ、幸いヘッドライト、まあ、ギリギリねここ大丈夫だったんですね。まあ、ここも交換となれば本当にさらにプラス30万ぐらいしたらしいんですけれども、大丈夫だったということで、まあ、今回ね修理代の方はおそらく50万ぐらいじゃないかなと言ってましたね。今ボネット開けましたが、パーツのこの部分、見る限りは水垢とかねシミが全くないんですよね。ちょっとホコリ今かぶってますけど、おそらくねこの下は丸ごとね交換されてると思います。で一度そう修理過程で1回電話したんですけれども、その時、まあ、大体終わってるんですけれども、センサーとかね、あとこの辺のこれミリ波レーダーでしたっけ、まあ、これの調整で1回ディーラーさん持ってきますとは言われてましたね。やっぱ修理工場だけではできないらしくて、まあ、フロントの、ね、こういうところが絡むと、そういったトヨタの、ね、専門なところに持っていかないとダメらしいです。主にこっちなんですが、ちょっとね映りほとんど分かんないですよね。ここ見える範囲の部品はほとんどねホコリかぶってます。ただ奥の方行くと、まあこの辺なんですけどもね、明らかに部品を変えたなっていう感じで綺麗なねパーツがついてますね。まあ、この真下にある、まあ、ウォッシャー液、あの時に丸見えになってましたけど、それもそのままですね、交換はされてません。まあ、これだけ見るとね部品を交換したところはパッと見すぐはねわからない感じですね。まあ、ただフロントはね丸ごと多分交換してると思うので、なんだかんだでね50万と言われましたけど、あとあれですね、壊してしまった、相手の方の、まあ、建物というか建物じゃないですね、まあ、ポールみたいなやつはなんか30万というふうに言ってましたね。意外と高いんで驚いたんですけど、10万ぐらいかななんて思ったんですけどね、なんか話保険屋さんの話を聞く限りはなんか30万前後というふうに言われてました。だから今回の、まあ、ちょっとね接触したことによっての損害額というのは約、まあ、80万ちょっとでしょうかね。まあ、でも無事修理が終わってね戻ってきたので一安心ですけれどもね、本当年末年始ね台車が来てて、まあどっか行こうかって言ってる中ねこの車がいなかったので、本当しょぼーんとしてたんですけどもね、我々夫婦はまあ本当最悪のあれですね、年末年始だったんですけれども。あとやっぱりちょっと気になるのは、
この車の状態ですね、修復歴の有無なんですけれども、まあ、たまにね中古車雑誌なんかも見るんですけどね、まあ、その時必ずと言っていいほど、まあ、あのトップページの段階であの修復歴の有無がね出てますよね。カーセンサーなんか多分そうだと思うんですけれども、まあ、ありかなしかがね非常に気になるところです。まあ、売る売らないは別なんですけれども、おそらくねこの車今年の9月の車検はね通すと思います。まあ、ただね乗り潰すかどうかっていうのはちょっとそこまではね考えてないんですけれども、やっぱねどうなるか、あの修復歴ありかそれからなしかがね非常にね気になりますね。まあ、修理工場の方はね多分大丈夫でしょうとは言ってたんですけれども、まあ、ちょっとね確かめる意味もあるので、まあ、機械を見てね、また買取査定のとこ持ってってみようかなとはね考えてます。そしてあともう一つね気になっているのがセンサーですね。衝突の際に全く警報が鳴ってなかった、まあ、仮に鳴ったとしても、まあ、これ今右いっぱいにハンドル切ってますがね、その時は左にいっぱい切ってたんですけれども、まあ、ハンドル切ってる時のね警報、あの連続音のピーって鳴ってから赤いラインに変わって自動ブレーキがね効くかどうかっていうと、まあ、効かない可能性が非常に高いんですけれども、まあ、それ以前にね警報が鳴らなかったで、まあ、仮に、ね、警報が鳴ったとしても自動ブレーキ効かないわけですからぶつかった可能性は非常に高いんですけれどもね、まあ、もしかしたらその警報音で回避できた可能性も少なからず、ね、あるので、まあ、なぜ鳴らなかったのかなというところですよね。で相手は、まあ、ステンレスの、ね、パイプなんですけれども、まあ、地面から高さ約65センチの位置にあるもの で直径が、まあ、50ミリ以下ですね。割と細めです。以前段ボールのやつでねやったことあるんですけども、それは確かに直径が80か90ぐらいあったんですけれども、それにはねしっかり反応しましたね。ただその時は正面からあのまっすぐに行っていたのでハンドルを切ってる状態ではありませんでした。まあそんなわけでね、まあ、同じくねそのステンレスのパイプ使うわけにいきませんから、例えば、木のね棒にエアキャップか何かをねぐるぐる巻きにして、まあ、可能であればね、あのその上からアルミ箔なんかを巻いて、まあ、ステンレスの、ね、棒に見立てて同じような、ね、状況を作り出して、まあ、ハンドルね目いっぱい切った状態で突っ込んでいったらどうなるか、それをね、準備ができ次第やろうと思います。というわけで今回はベルファイアの修理完了ね動画でお伝えさせていただきました。まあ、金額の方はね改めてお伝えしますと、車両の方がね約50万ちょっと、そして、大仏の方がね約30万前後というところでね80万ちょいじゃないかというところですね。で修理期間の方は、まあ、年末年始ということもあったんですけども、約3週間から4週間かかりましたね。まあ、待ってる間非常に長かったんですけれどもね、この後はねまたちょっとねセンサー類がね正常にまあ働くんでしょうけれども、その辺をねまた段ボール使ってね試そうかなと思いますので、気になる方いらっしゃいましたらチャンネル登録の方ポチッとよろしくお願いいたします。あとリクエストご質問等ございましたらお気軽にコメント欄の方にお書きください。では最後までご視聴いただきありがとうございました。ベルプリでした。ではまた次回の動画でお会いしましょう。